はい、おはようございます。ロト6の抽選結果が出ました。第1732課、抽選日は2022年10月の13日。本数字から発表してみたいと思います。03、18、19、34、38、42。ボーナス数字が14。一等該当なし。今回は一等の該当者ありませんでした。二等八口。856万8100円。三等304口、243,500円。四等9264口、8400円。五等149,547口、1,000円。今回キャリーオーバーが発生しております。こちらですね、キャリーオーバー2,847,7301円。2億超えのキャリーオーバーが発生しております。はい、ということで私の方を見てみたいと思います。はい、こちらが私の結果になります。当選結果、当選購入金額は1,000円、一口200円かける5口です。 A、B、C、D、E。 A、ボーナス数の14が1つ、 B、18、19の本数字が2つ、 C、38の本数字が1つ、 D、03、19、本数字が2つ、 E、5等、03、18、38、3つ、5等になりました。2つ当たってるのがあるんですよね。 B、これ18、19、36、39、これを38にしてたらってことですね。それからこちら03と19の2つが当たったんですよね。これ42だったら、この辺ね、多分迷ってると思うんですよ。39、39、38、38を選んでるんですけど、ここで41、多分42にしようかと多分悩んでたと思いますね。あとこの17ですね、18、前回18が出てるんですよね。だから2回続けて18は出ないんじゃないかなとか思ってた部分もあったんで、17っていう数字は結構好きなんですよ。これ大谷選手ですね、大谷翔平選手の背番号が17なんで、やっぱり17がちょっと好きなんでね、ここを17にしたんですけどね。ただやっぱりこう18、18入れてあるんですよね。前回の数字がまた来るんじゃないかっていうね、そういう考えもありました。だから18でしたね、ここ入れたんですよね。そうですね、前回、あ、ごめんなさい、前回18じゃなくて19でしたね。前回19、だからそこの前後の数字を入れたってことですね。だから17が好きな数字なんですけども、18、18、あと19もここ入れてますけどね、前回の数字が19なんですね。だから19が2回続けて出てるっていうことなんだ。前も話しましたけどね、前回出た数字が19なんですよ。だからその前後の数字を入れるところで18なんですね。だから素直に18を入れた人は2つ当たってるっていう、そういう捉え方もありますね。あれ03も、03もそうですね、前回出てた数字ですね、この03も。だから前回の数字入れてますね、自分。あのこの03、03、19も入れたんですよね。前回07が出てましたね。だからこれ自分もここ07入れてますね。今回は07だな、は出てないですね。まあとりあえずね、5等が当たっただけでも良かったっていうか、そういう感じですね。でいつものように前回の数字を利用して2つの山に分けるですけど、今回左の方が少なくて右の方が若干多かったんで、だいたい2対4、3対3かな、自分が数字を選んだですけど、結果は4対2でしたね。少ない方の山から4つ、
多い方から2つしか数字が選ばれなかったんですよ。それを考えてもやっぱり私のやり方はもうごとどまりかなって感じですよね。まあその辺はやっぱり難しいっていうか、個人によって物差しが違うと思うんですけどね。皆さんいかがだったでしょうかね。一人一人やっぱりね、物差しっていうのが違うと思うんですよ。私はこういうやり方でやってますっていう方もいれば、違う違うそうじゃないんだよとか、あとはその43個の数字をランダムにこう、なんていうのかな、ガラガラみたいなんでこう選ぶやり方の方も いるんですよね。だけど自分が納得するやり方っていうのかな、だからそういう意味では前回の数字を利用して2つの山に分けて、数が同じぐらいになったら3対3、だから左がちょっと多かったら4対2にするとか、右が多かったら、2対4にするとか、まあ何回も言いますけど0対6とか6対0ってごくたまにあるんですけどね、その確率から言うとやっぱり3対3が一番多くて、4対2、2対4、次は4対2ですね。で、2対4とか4対2とか、まあ1対6とか6対、5対1とかって意外と少ないですよね。統計的っていうかこう見てきた中で。だからそういう意味だと確率の高い3対3、2対4、4対2あたりをやっぱり中心になっちゃうのかなとか思いますね。まあ今回5等が当たったので良かったということで、またこれもこれからも次回やっぱりまあ1000円ぐらいですね、買ってコツコツやって楽しみたいと思います。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。